各竜武氏は中華民国の政治家、元台北市長。父親は中華民国軍参謀総長、行政委員長を歴任した各白村。1952年台北市生まれ、本籍はチャンス・ショージを上司。1975年に台湾大学卒業後、アメリカのマサチューセッツ州立大学に留学。帰国後、台湾大学食品研究所に勤める。 1995年に中国国民党を離党し、親中国の騎士を鮮明にした新党の中心メンバーとなり、1996年から立法委員を2期務めた。2001年3月、民進党の陳水編政権下で環境保護所長に就任。しかし、陳水編政権が推進する公民投票に反対して、2003年10月、辞任した。 その後、中華民国暮れない十字会の秘書長を経て、2006年1月に国民党に復党。同年12月の台北市長選に国民党公認候補として出馬し、民進党の社長邸や新民党主席の総措意を下して当選した。民選台北市長としては、沈水編、バイエに次いで三代目、国民党のホープとされる。2008年6月、 台北市長として初めて訪中し、反田だし上海市長と会談、上海万博台北市参加協定を締結した。日本にも2008年4月、2009年5月に来日し、石原慎太郎東京都知事と会談している。2010年11月の台北市長選挙で民進党の曽さ田まさを下し再選。2016年1月16日の 台湾立法院選挙で民進党の最適当たるに敗北。2020年の国民党主席補欠選に出馬するも後継心に敗れた。ありがとうございます。